こんにちは、ハガちゃんしゃべるのコーナーです。先ほどのね、追い切りチェックは、失礼いたしました。とんだ失態を犯しておりました。私、シャツが逆でございました。裏表でした。ちょっとね、朝早くて、昼寝をしまして、汗もかいてたんでね、洗ってた T シャツ、ポロシャツを着たんですけれどもね、ちょっと半分寝ぼけてたんでしょうかね、そのまま気がつかずに、何時間も原稿を打っておりました。人から指摘されて気がつくという、情けない状況だったんですけど、裏表、着直しましたんで、ハガちゃんしゃべり続けたいと思います。で、先週ね、新潟競馬開幕したわけなんですけど、芝はね、基本的に前残りなのかなと、福島ほどじゃないんですけどね、そんな印象を受けましたね。外からね、ペース次第によっては外から来るケースもあったんですけれども、結局こうゴール前でもう一回内が伸びるっていうね、そういうレースが多かったですね。でまた周回コースの方ではやっぱ極端に外からズドンというのはなかなか、ないと思います。ダートに関してはね、ちょっと先週の場合中間結構雨があったりしたっていうのがあって、少しね足抜きが良くて適度にね、で どんな客室の馬でもチャンスがあるかなと、案外させるんだなっていうのをちょっと、感じました。今週ね、ダートに関しては天気次第だと思うんですけれども、どの客室の馬にもチャンスがあるというふうに見て、予想を立てたいと思います。で馬場の傾向はね、とりあえず置いときまして、ちょっとね、この週に向けてといいますか、温めてきたね、2歳馬が1頭いますんで、ご紹介したいと思います。上原厩舎のね、クラリティシティっていう馬ですね。芝 1800m、 8月3日土曜日ですね、デビューします。おばあちゃんがね、待機ダイヤってクリスタルカップをね、勝った馬で、その待機ダイヤのお兄さんが、待機フォーチューンっていうね、NHK マイルを勝った馬なんかがね、こう血統表の中にいる馬なんですけどね、田中勝春騎手が乗るんですけど、とにかく動きの良さっていうのを目立ってまして、いつデビューするのかなっていうのはね、初めての構想を終わった後にね、ちょっとチェックに行ったんですけど、田中勝春騎手によるとね、こう彼がね、ちょっとこうふと調教時間の合間に、あれこの2歳いいなと思ってね、気になった馬だったんだと。それでね、上原先生に直談判して、乗り役決まってないんだったら僕に乗せてくれっていうことでね、お願いした馬で、お気に入りなんだよっていうことを言ってましたね。でとにかくこういいものを感じまして、デビューはね急がせない方がいいんじゃないかということをね、進言して、ここまで待ったというね、こういういきさつがあります。すごくね、本当乗り味が、いい馬みたいでね、センスも感じるということなんですよね。さすがに順調に攻めましょうかしてるんですけどね、ここはね結構メンバーも揃います。ただね、こうジョッキー先々を意識してるっていうことなんで、この目先の勝利にはこだわってないところもあるようですね。とにかく先々につながる競馬をと、いうことをね、言ってるんでね。このあとね、レースぶりに注目してください。お父さんもね、キングカメハメハなんで、距離の融通性っていうのはね、あると思いますんで、順調に成長してくれればね、
まあ、G1 路線をね、にぎわしてくれるような馬になるんじゃないかなというふうに、期待している一頭です。以上です。